まだ本当にね、やりたいところいっぱいあるから、気長に皆さんの街に行くかもしれないので待っててください。そして本日も前髪が決まりません。どうしましょう。北千住さん、なんか本当にあの日ね、土曜日だったかな、そう土曜日だったから、ちょっとね私的にもっとね行きたいお店あったんだけど、もう満員で、どこもたまたまあそこにも入れたって感じだったので、誰か居酒屋7連じゃ開店して、そこにナナシちゃん来てもらおうか。私ほんと居酒屋オープンしたいぐらい、みんなに来てほしい。なんかそういうイベントみたいなの絶対やりたいと思ってるので待っててください。そう、金土はねやっぱ居酒屋は混んでますね。花の金曜日に、まさに今日じゃない、まさに今日ですね、花金。ファンの人羨ましい、羨ましい。本当にたまたまねいらっしゃってびっくり、私も嬉しかったです。携帯のバキバキ、そうあのね、ちょっと私なんかバキバキになっちゃうんだよね携帯、なぜか毎回。なんでだろう、なんでバキバキになるんだろう、わかんない、落としちゃう。ガラスフィルムやめたらバキバキにならなく、え、ガラスフィルムやめたら、え、私ガラスフィルムじゃないともっとバキバキになる、画面がバキバキになっちゃう。なんかガラスフィルムだとガラスが割れるから、こう見た目はバキバキなんだけど実際画面は割れてないだよね。保護フィルムつけたことないけど一回も画面、スマホのケースと手帳型前やってたんだけどね、なんかあのねやっぱねちょっと使いづらくてですね、やめました。だからアイフェイスとかケースティーファイっていうやつが頑丈らしくていいんだけど、それね、なんかケースティーファイってやつめっちゃいろんな種類があって、でなんかもう選べなすぎて諦めた。選べなすぎて逆に諦めました。あ、公演決まったね。公演11月29日。よろしくお願いいたします。なんせ生誕祭まだか、確かにまだかな。今週はですね、サイレントがないので悲しいです。私の大好きなサイレントがお休みなので、来週に向けて、で今週はモーニングコンパスもねお休みだったので、祝日はお休みなんです。そう、ワールドカップね、ワールドカップを応援しましょう。
公開。え、そんなのあるの？見てない見てない。え、見てない。そんなのあるんだ。今週放送ない分絶対に。そうなんだ、見てみよう。あ、てか私今ねちょっとポケモンをねやろうか迷ってるんですよ今。なんかさ、新しくあれだよね、ポケモン発売されたよね。え、どっちがなんか2個あるの？どっちがいいんですか？ポケモンハマってるだって。やろうかな。でもな、すごいやりたいんですけど、いろいろやんなきゃいけないこともありますけど、ゲームはコンセプトめっちゃストーリー面白い。そうなの？悩む。やろうかな。バイオレットが人気なの。どうしようかな。自分も忙しいので落ち着いたら買うつもり。どうしよう。今回ね、新しいポケモンが出てるから楽しみなんですよ。みんながやってて楽しそうだったらやろうかな。メンバーはどうだろう、買ってる人いるかな。買うつもりなくても周りがしてたら欲しくわかる。え、エリちゃんも買った？嘘。買おうかな。え、じゃあ通信できるもんね。買おうかな。じゃあエリちゃん最近はもうスプラトゥーンじゃなくてそっちなんだ。なんせダイパー世代。そうだよ、ダイヤモンドパールやってた。私スプラもちょいちょいやってますけど、やっぱりみんな忙しい時は一緒にできないから、そんな時はポケモンで。やろうかな、悩み。金銀ね、金銀世代。今回みんな空飛ぶ。え、そうなの？めっちゃいいね。やっぱね、空飛ぶが使えると使えるのは大事ですね。好きなポケモンなんだろうな。好きなポケモンはなんだろう。あー、ポッチャも可愛いけど、好きなポケモン、トゲピ。
トゲビーかわいい。やど。ヨッシーもポケモン出てます。確かにヨッシーポケモン出たらもう私ヨッシーイチオシ。ダイヤモンドパールの時はルビーをお兄ちゃんがずっとやってて、でルビーにすごい強いポケモンがいっぱいいたの。だからルビーから移動させてきて無敵な状態でダイヤモンドパールで使ってました。アナ船長面白いです、ありがとう。みんなもう今日10回見ていいよ、10回見てください。居酒屋のアシさんと遭遇したい、全然できますよ遭遇、私いるからその辺に。でも話しかけていいか分からん、分からんから。なんかそう、その私声をかけてくださったのはすごい嬉しかったんですけど、その別のもう一人逆側にが女性がいらっしゃって、その人にずっと盗撮されてたの多分。なんかそっちの方が嫌だなと思って私ちょっと言えなかったんですけど、そう盗撮っていうか、まあだけどずっと動画撮られてるなって思って、でもなんかそういうの言えないんだよね。だったら全然話しかけてくれた方が嬉しいので、皆さんお待ちしてます。だから友達にずっと隠れてた。たまたま、そう。梅干しサワーが好きです、私は。街でアイドルに話しかけるのはなかなかレベルが高い。そんなことないよ。同じ人間ですから。遭遇する気満々の人めっちゃいてくさいやいやでもね、全然ありえますからね。こんばんは。みんな見てください YouTube チャンネル。てかさっきメール送ったんだけど、多分メール送られてない。いろいろなんかいつしか多分送られてないんだよね。
え、2通来てる今日。嘘嘘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 嘘。待って、今日朝送ったんだった。今日1通目だと思ってさっきヤッホーって2回送っちゃったけど、あ、3通目送ったんだけどね、なんかダメらしい、止められちゃいました。うわー、ダブったわ、ヤッホーが。ヤッホーダブった、ミスりました。ダブルヤッホー。ヤッホー何回来ても嬉しい。もう全部ヤッホーにしようかな。ヤッホー1、ヤッホー2にしようかな。沖縄の話聞きたい。そう、沖縄行ってきたんですけど、もうね、最高でした。本当に本当に最高でした。沖縄、沖縄楽しかった。なんかそう、いろいろホテルとかで撮った写真があるんですけど、あるんですけどね、あのいろいろちょっとまだ載せられない事情がありまして、ごめん、ちょっと今あのメールの件でマネージャーさんに連絡をしてます。ごめん。今ね、ショールーム始める前に私 YouTube 見てたんだけど、チョコプラさんの、もう面白すぎて一人でもう何回も笑っちゃった。面白すぎた。私が一番笑ったのは、もうなんかいっぱいあるんですよ。本当チョコプラさんの YouTube 面白いのがいっぱいあって、なんだろう、悪い顔選手権とか有名じゃないですか。で、私がさっきめちゃくちゃ面白いなって思ったのは、ちょっと待ってね、遡る。もう天才だと思う。あ、分かった。偉人名言ゲームみたいな、ゲーム、偉人の名言ゲームっていうやつで、めっちゃくちゃ面白いから見てほしい。これは1年前って書いてある。
の名言ゲームっていうのは、まあ、2人いて、なんか偉人が、全然存在しない偉人が言いそうな名言をお互いに言っていくっていう、まあ、チョコプラさんのあるあるネタ、なんかブランドのやつとかあるじゃん。ないものをもうあたかもあるように言う。コンビニの名前とか。ロバートの仕切ってる感グランプリ。何それ、そんなの。チョコプラさんの電車の中見れない。本当にそれ面白すぎて、さっきも家だからよかったけどさ、もう本当に家じゃなかったらやばい。仕切ってるか、絶対面白い。私ロバートさんも好きだわ。なんかロバートさんとかチョコプラも好きだし、ジャルジャルも好きだし、おすすめのあります？なんか YouTube チャンネル。シソンヌね。シソンヌは高校生の時に友達がめちゃくちゃ好きで、シソンヌ、天才系だよね。あ、なるほどね。YouTube のなんか YouTube をやってますっていうよりネタを載せてる系ね。絶対面白い。後で見よう。タイムマシン3号、やってるの？藤原さんの YouTube。 かなえこさんのゲーム実況、あー、わかる、たまに見る。あと陣内さんはもう安定だよね。神奈月、神奈月、神奈月待って、絶対面白い。モノマネのね。見てみよう。とりあえず私はもうチョコプラさんの新しいの上がってる。2日前に頭がデジタルになんとかされてると思った話。ラジオのやつか、5分ラジオのやつね。6秒クッキングも面白いんだよね。6秒クッキングっていう、YouTube 見ましたが、料理よりもナンシーの顔ばかり見てしまう。ありがとうございます。もちろん7センチは一番見て、
次は後編が上がるので見てください。7センチ毎週楽しみにしてるよ。ありがとう。友達顔出し OK、 OK らしい。私も最初ちょっと隠さなきゃかなと思ったら、あ、全然いいよって言われたので載せちゃいました。毎週金曜日の楽しみ、やったね。フリー素材、そうです。クシア物語いいね。アーセンのゲーム実況みたい。確実に登録者数が増えて、お、嬉しいな。登録者数、あ、吉川七瀬で検索して出てくるんだ、すごいね。最初の最初なんか本当はあの始め方する予定はなかったんですけど、なんかどうしてもあのフレーズをね言いたくて、歌っちゃいました。酔っ払ってる人みたいでしょ。でもあれを撮った時は酔っ払ってないんです。とってもシラフで撮りました。センチ10連で同じメニュー頼むのが定番。いいね、楽しんで、みんな同じ居酒屋で。オクラとなんかのなんか愛友達のすずちゃんもお酒強いの。すずちゃんはどうだろう、まあ強いと思います。特別配信ナノス呼ばれただって。何、そう、ベストドレッサー賞にノミネートさせていただきました。というか嬉しい。嬉しい。これはおしゃれってことですか。嬉しい。え、これ何、どこで発表されてるの。劇場？やったねー。
YouTube、 え、みほみも、ちょ、待って待って待って、 YouTube、 AKB の YouTube、 あ、これか、ライブ初めに出会いたい女性、やばいやばいやばい、嬉しい。こん中で一人ってことか。千織さん。ちょっと朝で見よう、ゆっくり。あん中から一人ってことか。あ、さすがにね、ちょっとそれはレベルが高そうですけれども、でも選んでいただいただけで嬉しいです。みんなに投票されてってことでしょ。嬉しいな。これ見ながら、これ見ながらだとちょっとあれですね、行ったり来たりになっちゃう。「今日のファッション」はですね、今日は、今日かわいいんだよ今日の洋服、うん、このワイシャツの上にニットのベストを着てます。あったかい、そしてかわいいです。かわいいでしょ。下はデニム、あんまり足出してない、スウェットとかデニムとか重い。可愛いよね、これ。これは、こんな感じで。今日はこれでね、お仕事もしてきたので、何のお仕事かはまた。見たくなっちゃうわ。ベストイメチェン賞。え、なるちゃんイメチェン？絶対面白い。
見ちゃうんだけど。ベスト。何の次に発表されたの？ベスト。ファッシ、なんだっけ。イメちゃん MC こも発表されてる？あれ？何の次に発表された？ちょっと分かんなかった。探したけど分かりませんでした。29分くらいだって。え、これ今が何分とか分かんない。え、わかんない、見れないな。最優秀賞は商品ある。え、なんだろう。まさか。まさか。まさか。ノミネート。すごっ。超優等生。人材も。今見てた。今から10分前くらいがの、え、ベストドレッサー賞。10分前。あ、ほんとだ。ちょっと見てみよう。いい？見て。待って、私レッスン着全然おしゃれじゃない。嬉しい。
嬉しい。あとでゆっくり見よう。ありがとう、みんな教えてくれて。いや、私でも本当に皆さんのおかげでありがとうございます。皆さんのおかげで。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろランキング読もうかな。13位はよもやよもやなとまくまいまいまいさん、ありがとうございます。12位はリービジェイさん、ありがとうございます。11位はしまとまくならレンジャーさん、ありがとうございます。10位は彩色顕微さん、ありがとうございます。9位は和衛星73さん、ありがとうございます。8位はトワタアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位はノリアトマークダンコ7レンジャーさん、ありがとうございます。6位は限定ショールームアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。5位は梅ちゃん大阪毎日のせアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はひろゆきアトマークアンハイさん、ありがとうございます。3位は国アトマークナシャルオペクスキー7レンジャーさん、ありがとうございます。2位はケナアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。1位は鍋アトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。また配信します。今日久々だったけど。じゃあねー。バイバーイ。